ドイツと日本の大きな違いは車の出すスピードだと思います。この何もない風景の中にはですね、割と狭い道はありますが、ここは70出して OK ってなってます。まあチャリだともっと出してるかもしれませんが、一応町はここまでです。だから町の中はもちろん50なんですけれども、町はこれでもうないので、町が終わった段階から70を出しましょうということになってます。なのでこういうところにあると、この車は多分そこまで速いスピードを出してません。でもここにいながらもっと速いスピードを出してる車はたくさん飛んでいます。皆さんどうですか？ドイツで運転したことがありますか？もし運転したら、運転は楽しかったか楽しくなかったか、コメントの中で教えてきてください。続きはこの動物園ドイツ語会話の中に馬という名前を覚えていくっていう動画があるので、それよかったらそれも見てきてください。Bis zum nächsten Mal! Tschüss!